久保さん、今回5億円稼ぐにしましょうか。5億円稼ぐっていう。まあ僕もね、目標とか、なんだ、大きい夢とかないんですけど、まあ5億ですね。<laughs> 5億 <laughs>。まあなんで5億っていう数字を作ったのかっていうと、まあ生涯賃金が3億円ぐらい、2億から3億って言われてます。で、プラス2億円あったら、まあなんとかなるだろうっていう。 で、去年か一昨年高橋がなりさんに直接差しでね、あの、マネを取られてたね、高橋がなりさんですよ。年賞100億作ったソフトウェアオンデマンドのがなりに直接差しで喋り、喋ってきましたけど、がなりさんも、いやもう5億円あるし、うちの家族なんとかなんだろうみたいなね、<laughs> 好きなことやるんだみたいなね、<laughs> 言ってましたけど、ま、あ豪億あったらまあまあね、60歳から5億あればまあ十分ですよね。<laughs> 60歳でまだ5億ある。まあ、あと30年ぐらいなんとかなんじゃないですか <laughs>。っていう感じで僕は5億っていうのを一応設定してます。10億じゃなくて5億ですね。うん。だけど、まあ、久保さんの言うとおり、別にじゃあ5億円稼ぐためになんかすごいこと、大きいことやるのかっていうと、もう,もう本当に日々の積み上げでしかないですね。コツ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 動画を作り続ける。喋り続ける。 うん商品売り続ける。もうひたすらそれを愚直に日々積み上げていくと。日々今目の前にある問題をこなしていく。日々、えー、お問い合わせがあったものに対して回答していく。ただそれだけです。でやるべきこと、今日やるべきことをただ淡々とやるだけですね。うん。で、気がついたら5億円ありますよ、みたいな。まあそういうレベルですよね。うん。 だからなんだろうな、あの、月収100万稼ぎたい人って、その目標設定とか夢とか、まあいろいろあると思うんですけど、まあ結局その受け取り方がそれだとよ、よろしくないんですよね。なんだ、1円しか稼げねえじゃんとか、全然再生数上がんないじゃんとか、じなんかその開きが出てくるので、そこに対しての、なんだろうな、心理的な、なんだろうな、発生してしまうっていう。 で、結局やめていくってことですね。うん。だからまあ日々積み上げていくってことが本当にどれだけ大事かっていうとこですよね。うん。そう。この人生の決算発表っていい言葉ですね、久保さん。<laughs> 人生の決算発表っていいっすね <laughs>。うん。まあ本当ね、まあ、どこ、どこ、まあ遠くを見て足元を見るじゃないですけど、僕は、あの、上を向いて歩こうっていう、 ね、坂本九さんの歌とかありますけど僕は上を向いて歩くなと言いたいんですけど上を向いて歩いてたらこけるぞと <laughs> 一番大事なのは足元だとだから上を上の世界は頭の片隅にあればいいと、うん、目の前の石ころに転んでたら危険ですよね <laughs> てかね上を向いた交差点歩いててどうすか あの、トラックに離れ,られる可能性ありません信号機わかんないんだから、上向いてたらね。しっかり前を向く。もしくは、足元を見る。それを着実に上げてって、頭の中では、その、自分の描く最終的な着地点があれば、いい、いいだけであって、上なんか見なくてもいいんですよ。前と下しっかり見て、着実に一歩歩歩いて、あの、進むっていうことが僕は大事だと思います。上を向いて歩くな、みたいですね。 目の前を見ろみたいなね。目の前の現実をしっかりとクリアしろと。目の前の問題をしっかりとクリアしていくっていう、ここに尽きるかなと思います。うん。だから、孫さんが言ってたのが、株主さんの人にね、申し訳なかったと。ここまで来るのにね、20年ぐらいかかったけど、まあなんか還元するみたいなね。なんか言ってましたけど、その、 な、なんでじゃあ20年かかって、かかったかもしれないけど、実際に到達できたのかって話ですね。多くの人は20年以内に会社潰してますからね。多分20年継続できる会社もまあまあ少ないんで、<laughs> ね、20年よう経営したよねっていう話で、そもそもと。まあ今30年か40年かな経営してんのかなすごいですよね。うん、だから要は、しっかりやっぱ、僕は思うんですけど、 やっぱ遠い未来を見つつも今やるべきこと、その極地極地で。だからそのコロナが、孫さんも言ってましたけど、そのコロナが発生した時はもう守りに徹すると。ねで、もう現金作って、4兆円か5兆円現金作ったのかな現金キャッシュ作るぞみたいなね。だから極地極地では、もちろんそれ変わるんだけども、やっぱその、頭の中で描いてるその、到達点は、はるか彼方でも、 極地極地でやるべきことは変えていくと。これがすげえ大事だと思いますね。うーん。な月収100万稼ぎたいんだったら、月収100万っていうところはあるんだけど、極地極地で、じゃあ今日は動画を撮るとかね、ツイッターやるとかね、そのなんか極地極地でなんか変えていけばいいだろうし、なんか本数変えていくとかね、なんか質を変えていくとか、まあいろいろあると思うんですけど、うん、その個人レベルの稼ぎに転換するんだったらね、うーん。 だから僕もじゃあそのマーケティングであれば局地局地で言うならば何かっていうと例えばえまあ今度ねこの前高い商品売ったんでじゃあ今度の局地はじゃあそのダウンセルで安い商品を売っていくとで安い商品を売ったら今度はまた今度局地で今度無料でプレゼントもう次の僕かますの決まってるんですけどあのこの前高いの商品売りました次ダウンセルで売りますでダウンセル売ったらもっとダウンセルというかね今度無料企画みたいな もう構想があるんですよ。で、それが無料のやつ終わったら今度は局地としては今度はあ数千円レベルのまたなんか出していくっていうもう商品決まってるんですけどなんかその局地局地で変えていくっていうことがすごく大事ですね。それは。まあ時代は変化してるし、えー、なんだまあ時代が変化してるっていうとでかすぎるな。で、う、か、ん、すぎるんですけどそのお客さんの心理は変わるってことですね。例えばあの高い商品をガンガン売ってたら あのやっぱ売り込み機質になるわけじゃないですか。うん。で、結局高いもの買わないとダメなのかみたいになるわけですよね。で、そこでポッとね、あそれで、そんな価格で買えるのかみたいなね。でそ、その価格でも買えない人に対して、え、それでいいのみたいなね。<laughs> そうで、でま、またこう、なんかこう、ぐるぐる回していくんですけど。だから結局僕が、あの、思ったのが、あの、集客、教育、販売と。だからこれを、 集客、教育、販売。販売したら集客、教育、販売。集客、教育、販売。これをぐる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 回していくっていうところですよね。うん。これをひたすらやるってことです。うん。まあ、そんな感じで、まあ、なんだっけな。まあ、とりあえず、久保さんを飯食ってると思いますので、今日はね、久保さん、あの、あれですよ。鹿児島合宿。熊本からね、一人お客さん来るんですよ。ね だ今日はちょっとね、動画撮れないかもと、撮れないかもしれないですけど、午後から来るんですよね。久しぶりですね。まあ、そのお客さんに言ったのが、なんかね、あのー、いや、吉谷さんに動画、動画送られてきたんですよ。で、吉谷さんにいつか会いたいです、みたいに言い出したんで、いや、いつか来ねえぞと。<laughs> で、いつか来ねえぞと。で、しかも熊本でしょと。めっちゃ近いじゃないですか、みたいな。え、だって車で1時間間にそんぐらい来れるよ、みたいな。ね、熊本だったら。 じゃあ、その、会いたいんだったら会う機会を作るのは誰ですかっていう。え、○○さんですよ、と。○○さんが会いたい機会を使う作らないと一緒会えないよ、と。それを交渉しないとダメだよ、と。<laughs> で、僕が、まあ、今回提案するけど、鹿児島合宿どうすかみたいなね。<laughs> 即セールスして <laughs>。そう。今日一泊しますよ、お客さんが。布団もね、今、あの、干してね、朝から。朝から布団干して。 まあそんな感じですね今日は,は頑張ります <laughs> はいいってらっしゃい